ポール・ルフレム、または、ポール・ルフレムは、20世紀フランスの作曲家、指揮者、音楽教師、オルヌケン・ラドンに生まれた。パリのスコラ・カントリムで、バン・サン・ダンディとアルベール・ルーセルに支持。後に自らも、母校の教団に立ち、エリック・サティア、アンドレ・ジョリベラを指導した。ルフレムの作品は、記事ブルターニュに強く影響されており、大抵の作品にその風景が反映されている。 第一次世界大戦までに、公共曲第一番や、ピアノと還元楽のための幻想曲、歌劇、サンマロの夜泣きうぐいすれローシニオールデストリートマロ、などの大作を発表した。戦時中は一時的に創作活動に区切りをつけ、その後も音楽評論や合唱式に没頭した。1938年に作曲を再開し、さらに3つの公共曲や、2作目の歌劇、 海から来た女魔術師、ラ・マジアッチェン・デラメールなどを作曲した。1976年に95歳で音楽界から引退した。舞台作品は2つの歌劇の他に、歌付き、グーは、オーカスさんとニコレットを含む。死者のために、子供のための商品集はいずれも1912年に作曲されたが、それから数年後に、還元落葉に編曲された。死者のために、は、 要請した二人の実施への追悼作品である。公共曲の他に、いくつかの描写的な還元楽曲も作曲しており、海にて、エンメールや、大会の声エラブ・ワジュラージといった作品がある。ジャン・テデスコの短編映画にも、楽曲を提供した。ありがとうございます。